実は私痛風で高血圧なんです見ての通りなんですけれども、それでお医者さんにね、甘いものはしばらく控えなさいと言われてるんですわ。こんな体ですから。で僕もあんまりそんな控えるのもいつまでもできないんで、お医者さんにいつまで甘いもの控えたらいいですかって言ったら、当分の間って言われます。はい、手が出たところで、じゃあ私が指示しますので、はい、ね、じゃあ、フォギーマウンテンブレイクダウン。
私には通り過ぎる君も輝くだろう陽気ゆこうどんな時でも陽気ゆこう苦しいことは分かってるのささあ陽気ゆこう涙が溢れてさよならがいい
で盛り上がって終了することができました。今日は一日皆さん、美味しいものを食べて楽しい音楽楽しんでいただけましたでしょうか。はい、今年も楽しい一日を過ごすことができました。ぜひまた来年もですね、こんな機会を持てたらいいと思ってます。今日は本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあ、